ました。伊賀鉄道の乗り換えは、伊賀鉄道の乗り換えですか。あ、こちらでいただきます。はい、はい、はい、ありがとうございます。伊賀上野まで来ましたよってことでね、じっくり見たかったところなんですけど、意外とこのままアクセスよく伊賀鉄道もう来てますからね。あ、忍者列車か、来てますよ、乗れるみたいなんで。ちなみに乗り換えの時はもう駅員さん、あの運転手さんに渡せばいいみたいですね。ほうほうほう、時間があったら一回改札出てもよかったらいいけど、もうこのまま発車するみたいやで、このまま乗ってこうと思いますわ。よし、あ、こっちで書いてくれたらな。いや、そこにいいんじゃろうし、はい、上し、現金で、まあ、しかなきゃ連絡、このまま上の周期。おお、これが噂の忍者電車ですね。めっちゃ忍者ですね。で、整理券は、整理券ってどっかで出んのかな。あれは JR かな。これに乗ってたらいいんや。ありがとうございました。お忘れ物ないようにお越しください。岩田方面へお越しのお客様。なんかやってますね。ポリダ2人は1番、2番乗り場の停車場の電車にお乗り換えください。岩田方面へ。よっしゃ。
賢島行き特急ご利用のお客様は1番乗り場へお回りください。大阪、奈良、京都方面へお越しのお客様は2番乗り場へお回りください。でも次来るのが賢島行きの特急がね来ますね。もうこれのね、ネットでね、チケット買いましたんで、このままこれに乗ってきます。乗り換えね結構すぐなんでちょっとあれですね。あまりゆっくり無理と考えなく、まあ逆に言うとアクセスはいいですけどね。3号車、そう、あっちの途中で取れませんでしたけどね、はい、ターミナルね、ちょっと違うのはうまく取れませんでしたけどね。ということでね、全然すみません、あ、ドタバタしてそのままになっちゃいましたけど、こんなコラボキャンペーンなんかもやってるみたいですけど、ただ全体的に洋路鉄道に似た感じですよね。車両も東京のやつですしね。これは。なるほど、こっちの車両がついとったわけや。なん生き残りに当たりましたね。